はい、195T さん、こんにちは、えー。食料についての闇みたいなことがお薬にもありますね。えー、劇的に効くお薬は発明されても、えー、日の目を見ず、えー、ないことにされてしまうことも、えー、あるようですよ。既存の薬が売れなくなったら困るので、えー、少し効く薬イコール長く続ける薬、えー、その間売れる、えー、薬屋が儲かる方が、えー、重宝される。 それはありますよね。えー、病院の処方薬やたらと種類が多いと感じませんか、えー、薬や検査が減ると高齢の患者さんは元気になる。医者は薬を飲まないというお話もあります。私は薬ではないけど、効、えー、くのか効かないのか怪しいと思いつつ、複数のサプリを切やす上に飲んでいますが、効、うん、くと信じれば効、えー、く場合もありますかねあ逆にその気がね、良くなるとね。 あの体調が良くなるっていうのはありますけどね。うん、あのただ、新薬を売りたがるっていうのはこれありますね。これはワクチンとかでもそうですけども、やっぱり新薬を売らないと儲、えー、かりませんからね。だから結構、新薬は、えー、出たら結構、売らせようとね、積極的にするっていうことはあると思いますよ。うん、はい。 えー、そして、えー、195T さん、えー、薬に関係することで思い出しました。うちのワンコが以前病気がちでずっと病院外をしていた時期がありました。えー、その間、薬を処方してもらってて、えー、改善されるとともに量を減らしていったんですが、えー、完全に飛びると危険ということで、少量を飲ませるのをずっと続けていました。えー、その頃に同時にアレルギーを発症しましたので、えー、そちらと合わせて治療を行っていました。一生 病院通いを覚悟していましたえ。小さい頃から通っていた病院なんで、信頼していましたが、ある日、虫の居所が悪かったのか、切れられて追い返されましたということですね。えこれは、えっと、病院からということでしょうかねえ。母が生きてた頃で、施設に入った日だったんで、え病院で電話はダメなのは分かっていたけど、休養だと困るんで出ちゃったんです、えー。そのことに切れたみたいで、今日は診察しないから帰ってと言われ、 え突然のことで、えー、あぜんでした。なるほど、なるほど、なるほどですね。うん、それからは、そこへ行く気にはなれず、どうしよう,どあどう,しようと途方に暮れていましたが。 すぐ他の病院へ行くことはせず、減らしていってた薬をやめて様子を見ることにしました。結果は薬をやめて数年経ちますが、薬飲んでた頃よりも元気です。うん。アレルギーも完全ではないけど、かなり改善をしました。薬や検査が減ると、高齢の患者さんは、 え元気になると同じです。うん。薬、えー、あ、元気になるでした。うん。うちのワンコに限ってのお話ですが、本当のお話です。えー、ちょっと具合が悪そうなときに、別の病院へ連れて行ったことがあり、えー、特別嫌な患者は受け受けないまでも、いろいろな検査やワクチンやら、次から次へと進められました。しばらく行かないと、その後どうですか健康チェック行きませんかみたいなお誘いのハガキも来ました。 でも、お薬はトラウマになっているんで、それにはならず、具合が悪くなったら病院へ連れて行こうと思っています。いや、本当ですね。だから、まあ、いろいろこう、破医者であったりとかね、うん、恨らせようとしたりね、いうこともあるかと思うんですね。でも、このお医者さんは感じ悪いなっていう時思いましたね。うん、あの、でも以前から別にずっと特別感じ悪いっていう感じじゃないってことは、あれですか、その時が結構忙しかったりして、 えー、っていうことがあったんですかね。うん。ちょっと感じ悪いなっていうのは感じちゃいますよね。うん。はい。藤原ウ子さん、どうもです。ええー、かぶくんお疲れ様です。陸上フィリアル、6分間練習、期待は入っていますね。えー、伝わってきますよ。ハリー・ポッターで音楽いいですよね。うん。映画の世界観がありますね。 ブラボー、ブラボー、とても良かった。3月30日、AM9 時半、え本日え2回目、計92回目、ハニー・ユズル、ギフト、さあ、今日も行くわよ。うまく、株舞いつもありがとう、またね、はい。92回目、もう少しで100回、100回行きますかね。これは31日までギフト続くということだと思うんで、明日ですよね、うん。これは計算上ギリギリですかね。うん。はい、まあ、その後ね、ちょっと、 逆に禁断症状が出ないか、逆に心配はちょっとしてるんですけどもね。うん、はい。テ、え、ラ、ー、さん、よろしくお願いします。レモンミカン様の昆虫食のお話、私もずっと気になっていました。えー、米食品医療、えー、医薬品局 FDA が懸念として、甲殻類アレルギーの人はセミ食、昆虫食をするのは避けるべきという警告を表明している。あ、本当なんですか。 結構これは危ないですね。えー、昆虫と甲殻類は同じ節足動物というグループに属しているため、甲、え、殻、ー、類にアレルギーを持っている人が昆虫を食べると同様のアレルギー反応を起こしてしまう可能性があるとのことです。なるほどですね。私も甲殻類アレルギーがあり、今は生のエビ、カニはコーネが痒くなり、 唇がええ、えーえー、っと腫れる症状が出ます、えー、乾燥した昆虫を食べてどのような症状が出るのか心配です。命に関わる場合もあるんで、食品表示も昆虫が入っている食品にははっきりと分かりやすく記載してもらいたいですね。あ、これは本当ですね。命に関わる可能性もありますよね。 あの本当に。しかしいくら栄養価が高いとはいえ、こんなに急いで昆虫食を推しすめるには少し違和感があります、うん。昆虫よりも国内で農業、水産業への取り組みを見直すことももっと力を入れてほしいです。きっと、えー、世界の大富豪たちはこの昆虫食、えー、昆虫ビジネスでまた大儲けをして、えー、自分たちは高級な、あありえますね。自分たちは高級な肉、えー、魚料理を満喫し、私たち、えー、市民には 昆虫を食べて生きろと嘲笑っているように、えー、感じてなりませんというと。確かに その可能性ありますよね。安易に昆虫食ブームを煽ることで、自然に生息する昆虫が自己流で食べ,るあ食べる人も出てくると思いますが、昆虫には危険な寄生虫もあり、加熱しないで食べて死亡したケースもあるようです。CDGS の観点から、食料不足を救う夢の食材のような宣伝ばかりではなく、危険な一面もあるという注意を、喚起をしてもらいたいですね。そういった注意喚起はないんですね。全然ね。 うん、昆虫ビジネスを成功するために、卑怯な手を使って、肉、魚など、化学を異常に高騰させるようなことのないように祈るばかりです。え何を食べるかは自分で決めて私。あ僕もなんですよね。うんまあ、結構、稲子とかね、うんまあ、結構、まあ、嫌いじゃなかったりはするんですけども、アレルギーがある方がいるとは思うので、それはちゃんとやっぱり注意喚起する必要があるのかなという気がしましたね。うん、はい。 であの寄生虫、ねあ、ありましたね。あの昆虫でないんですが、なんか生のカエルを食べて、えー、と一生発生し続ける、えー、なんか,なん,かなんとか甲虫っていうのありますよね。超グロテスクなの。うん、体中が全部ウジムシーになっちゃうやつなんか,なんかありましたよね。すごい、なんかなんとか甲虫っていうのは本当それがねめちゃくちゃグロテスクですよ、うん。でも日本でも九州からそれこそ発生した気がするんですよ、どっかで、ね。 うん、なんか中国でよくあるらしいんですけどね、あっ、画速ソ中かな、すごくびっくりしましたね。うん、だからちょっと、本当にそういった意味では危ないですよ。うん、はい、ズ、え、ジ、ー、ムさん、こんにちは、カブくん、こんにちは、えー、スペースデブリの話で思い出したんですが、宇宙空間を漂っている宇宙ゴミを網でかき集めて、河の通りごと処分すると、JAXA、えー、が提案したことがあったと思うんですが、あれはどうなったのかな えー、コウノトリっていうのはあれですよ、宇宙船ですよね、確かね。えー、コウノトリはキャリアを終えたけど、この提案は良かったかな、宇宙空間まで行って、虫取りみたいなことをしてるのは日本人らしいなという,、ね、いうことですよね、なるほど。うん。はい。あのー、宇宙ゴミを掃除する会社がですね、ある気がするんですよね。結構ね、あの宇宙ゴミ、えー、掃除関連会社の株がね、 ちょっとなんかあのー、一時期ね流行ったというか何かの話題になってたんですよねで結構そういうのはいいのかなっていう気はしますけどねうんはいまあどうなんでしょうかねこれ、うん、虫とりみたいなことを考えるのがうんあでもなんか宇宙の中になんかいろんな未来につながるヒントが隠されてると僕は絶対思うのでなんかそういうねなんか発見してほしいなってちょっと思いますよねうん えー、サラかレイさん、よろしくお願いします。おはようございます。えー、今日も、えー、晴れています。本日3月31日は、日本人ライリナーが改良した。おおすごいあれですね。えっ、ー、と僕はよく使いましたね、これは。うん 一番使ったかなっていうぐらい使ったと思いますよ。日暮里トレインライナーは。うん。2008年のこの日に開業しました。日暮里と見沼台新水公園を結ぶ路線で、コンピューター制御による自動運転を行う新交通システムで運行されています。予想最高気温は15度ですね。うん。このね、まあ、モノレールっていうか、まあ、あのね、トレーニライナーは、本当にこう、遅れるっていうことはまずないですね。うん。大雪の時とか、地震の時以外は、基本的にしっかりこう、走ってるんで、 あのまず地変っていうことがほぼないなっていう,う思うんですよね。非常にいいと思います。うん。扇大,大橋から、えー、どこだったっけな、えー、おだ足立大台のところの景色が本当に僕は好きなんで、このね、日本に出らないのはすごい好きですよ、僕は。うん。えー、マリリンさん、よろしくお願いします。これちょっとびっくりしますよ。もうね、パ,ラリ,ンあパリオリンピック夏季、来年なのよ。 本当ですよね。だからオリンピック委員会からロシア選手の参加基準が発表されたっていうことは、これ結果的にロシアの選手が参加できるっていうことなんですね。えロシア選手に関して個人参加のみ、え団体性は不可、軍人のか参加は不可ということですよ。えってことは、えやっぱり出られるってこと、うん、ってことは、あでもバスケットボール、バレーボール、リレーなどは参加できない。うん 逆に言ったらそれ以外できるっていうことなんですね。ってことは水泳とか OK ってことかな。ねえ。あとはいろんな個人通りたくさんあります。柔道とか OK ってことですかね。うん。東京オリンピックフィギュアスケートで言えば団体戦にロシアが参加。あそうだ。え、ってことは逆に言ったら個人戦 OK っていうことになりますけどね。うん。えー。 ちょっとびっくりしましたね。やっぱりやるんだっていう感じです。ウルベミヤコさんによると、オリンピック検証に則っ,ったことでえ、そもそもオリンピックは個人の参加で競い合うのが、えー、原則ですねえ。国と国が競い合うものではないということだかということなんですが、まあ、原則はそうらしいですが、実際はっていうことになってる気はしますよね。となると、国家の国旗の形容などどうなるのか。 とりあえず、今まで通り個人参加でもロシアの国旗はなしなんだけど、あと、ベラルーシとロシアにまたがっている人は、パスポート発行,発,発行国での参加となると、うーん、東京,東京ミラノまでは3年ある,かあるけれど、これだとフィギュアスケートの個人参加はありだけど、年齢は17歳引き上げ,引き上げられても、ロシアお得意の、えー、ド,ドーピング、例えば、女子の第二次世 第二成長を抑えても、17歳でも本人の体にならないようにするとか、あの手この手を使うんだろうな、ああ、嫌だっていうね、こうですね。うん。はい、ドーピングね。ドーピング本と、ま。でも、ドーピングよりかっていう言い方ですけども、戦争ですよね。戦争。うんがや てるのにまほんと個人選手参加しちゃって大丈夫なのか？っていう気はちょっと僕はするんです。もちろんドーピングも,もちろんねですよね。だけど、これはどっちもドーピングの件もあるし、戦争の件もあるのにっていうところなんですよね。うん、これは日本だ。もし日本がですよ。もしねえー、他の国侵略するってことはないないと思いますが、そういった場合だったら日本は多分絶対他のなんだろう。えー 国ああのまあ、ISU とかまあオリンピック委員会は謹慎すると思うんですよ、個人戦も。でも、ロシアは OK っていうのは、ちょっとこれは何なのかなっていう、い意味が分かんないなっていうところなんだなって、僕は思うんですよね、うん。なんで、ちょっとびっくりはしますね。結局だから、冬、え、季、ー、オ,オリンピックも女子、あのまあ、女子っていうか、まあえー、個人戦では出場してくるっていうことになるんですかね。 でもしそうだとしたら、僕は来年,来年以降、まあまあ、今期のやつも全部個人のフィギュアスケーターを確認していかないといけなくなっちゃうので、そっか、ちょっと、ちょっとあのこの夏中、はるか夏の間に、えー、ロシアで行われたロシアの独自のグランプリシリーズだったりとかをちょっと見ていきたいなって思いますね。うん はい、カ、え、エ、ー、さんどうもです。一日遅れ,、えー、遅,れ,遅,れ遅くなりましたが、えー、テクニカルプログラムの演技お疲れ様でした、えー。私は去年5月からコメント投稿に参加し始めて、確か2回目か3回目のコメント投稿の時が、えー、個室から見えた虹の風景を見て、私の感想を書きました。うん、<laughs> 懐かしいですね。 でその際に森山直太郎さんの虹を連想しましたとコメントをしたら何日後に決定した新作品が、えー、森山直太郎さんの虹に決まったと告知され なん私の何気ないつぶやきのような一,一言からアイデアが生まれたことを知り、嬉しい気持ちとこの作品の成長が楽しみというワクワクな気持ちにいっぱいになりました。うん。いや、懐かしいですね、本当に。あの、この約9ヶ,月9ヶ月間の間に入院からしばらく服用した医薬品の副作用と、えー、コロナ感染の苦難もあり、特に最初の時期はかなり苦しかったと思いますが、えー、苦しい逆境をはねのけて作品を成長させてきましたね。えー、記録会を重ねる 表現力に磨きけがったと思いますえ。虹に関しては相当曲の解釈ができたんではないでしょうか。え <laughs> 相当深く森山直太さんの虹と向き合ってたえ約9ヶ月間だったと思いますえ。繰り返しお伝えしている通り、私は中学生の時の合唱部でのカストやクラス合唱などで3年間合唱する機会の多い曲だったんで、私自身にも思い出がありま ありますうん。えー、29歳の今再びえー、こうして堪能できる機会に恵まれてとても楽しませて、えー、いただきました株主さん本当にありがとうございますそういえばえー、始めた当初はショートとフリーだけでしたがえー、今年からテクニカルファイル とファイナルを追加し作品が2つから4つになり練習しなきゃいけない内容も増えて大変でしたね、うん、当初ソートは布施明さんの積み木の部屋フリーは森山直太さんの虹でやっていましたね、えー、この2作品は私にとってもですがカブ、えー、さん自身が一番思い出に残る作品になったと思います、うん、あの時頑張ってよかったときっと思うことがあると思いますよできればこの2作品は 繰り付けを忘れないように、たまに演技してみるといいと思いますえ、財産というの価値があると思います。うん、えっ、ー、と次回のてくあ、次回のテクニカルプログラムはどんな作品になるんでしょうかね。楽しみにしています。いや、次回ね。ちょっともうね。実は頭の中はちょっと決めているんですけどね。うん、あのね。本当に思い出深いなってちょっと思いますよね。うんまあ、それとともにちょっとね。まあ、やっぱり良質っていうこともあって、まあ何ていうのかな？ こう複雑な気持ちにもね、ちょっとなったりはするんですよね。何て言うのかな。うん、とても思い出はあるんだけど、一方で、まあ、病院だったっていうこともあって、ちょっとね、そのなんかね、そういうなんか複雑になったりすることもあるので、うん。はい、まあ、いろんな、何て言うんだろう、こう、深さがあるなっていう気はね、ちょっとやっぱりありますね。深,深みがあるのかなっていうね、そういう感じはちょっとやっぱしますね。うん。 まあ深みというか、何とも言えない感じになっちゃうというかね、うんうん。えっ、ー、と、ゆうのやあさん、どうもです。カブさん、ハリポタお疲れ様ですね。カブさん、最初からいい表情でしたね、えー。衣装もお部屋の雰囲気に合っていますね。えー、そのままコンビニ行けそうですね。行け、行きますよ。あの衣装行っちゃう。カブさん、点数自分に厳しくて偉いですね。また次も楽しみにしています。 ありがとうございます。いやコンビニ、あれちょっとあの衣装でコンビニ行ったら、これは、これ、これでコンビニですね。ちょっとね、行けんのかっていう気はしますかね。うん。はい。えー、っていう、まあ、まあ、結構、まあ、厳しいっていうか、まあね、うん。ただ、ハリー・ポッターは、パーサルベストを更新できたんですよね。うん。あの、なんで、まあ、結構、意外といい評価だった,ただね、やっぱジャンプのね、ちょっと回転不足がほとんどダウングルードだったんで、まあ、それがちょっと、もったいないなっていう感じですね。うん。 はい、えー、貞加さん、一日遅くなりましたが、お天気観測お疲れ様でした。一日の締めくくりが、海で見る夕焼けは、えー、とてもいいですね。うん、こういう風景を見ると、夕焼け、小焼けを連想しますね。あ、本当ですね。まあ、このね、神秘的な感じ、これは、えっと、おとおといかなうん、とても良かったですね。非常に、えー、癒される風景でしたね。今日は、ちょっと天気が悪くなってきて、ちょっとかなり荒れらし、荒れっぽいですよ。うん。 はい、えー。そして、サーカさん、フリーの演技、お疲れ様でした。最近の超多忙で満足に練習時間を確保できなかったと思いますが、えー、それでも滑り乗るように調子の良さを感じます。ハリー・ポッターは最初、振り付けを完成させるのにことにかなり苦戦しましたが、えー、時を経てかなり形になりましたね。うん。ハリー・ポッターは確かに、確かに、振り付け、苦労したかもしれない。相当。うん。全然わかんなかった。あの、どうやってやればいいのかっていうのはね。 確かに。うん。自分で振り付けをして練習して衣装を作り、えー、記録会を開催して自己採点をするまでの全ての過程を自分でできてしまうこともすごいなといつも思います。えー、さて、ラストは、ファイナルプログラムの大島みちるさんの、えー、プラネットオブライフですね、えー。5分間の演技となり、体力勝負になると思うんで、えー、体調を万全にして挑んでくださいね。うん。はい。これ結構5分間でね、ほにね、しんどいですよね、やっぱね。 結構きつい4分間の5分間の間に大きな、ねえー、壁がありますね。うん、ぶっちゃけ3分から4分はまあそうでもないです。まあ、4分から5分っていうのは何て言うのかな。その1分っていうのがまあ4分ぐらいに感じる。うん、ですね。っていうだかよく本当にそういうぐらい感じるんで結構最後をバテる感じですよね。うん はいえー、マザールリアさん、よろしくお願いいたします。カブ・サンギョー・フィリア・フリー、お疲れ様でした。国際情勢、政治、皇室、宗教、スポーツの題は、自分は、えー、頭、ず頭、頭弱なので、えー、頭、えー、ついていけないし、あの入っていけませんが、自分の推しの選手が孫、我が家、我が子のように、愛おしく、えー、大切な存在で、えー、守りたいから、時々揉めたり、炎上するんじゃないかなと。うん えー、それだけフィギュアスケートは楽しくて美しくて面白いでしょう。一人一人思考や人生観、価値観が違いますし、えー、直接会話せずに文字でコメントをするとどうしても誤解があったりしますね。あちゃあまた荒れてるよ。今度は何など、うん。と切れたりせず、来たコメントは毎日読み上げられている優しい株さんには本当に感謝しかありません。えー 低評価ポチをしたり、変なアンチや嫌味コメントをする方っていう、うちのシュートみたいに退屈して暇,暇で仕方ないんだなぁとえ、何も興味がない、夢中になれる人の方がかわいそう、あ、なれない方の方がかわいそう。姑、うん、はマジでサイコパスですよね、うん。っていうことですね。姑はマジでサイコパスでえ、先日もコメントしましたけど、私が外出中に相変わりでマンションに入ってきて、え、どういうことこれは。 えー、あれですすねね不法侵入ような感じがしますよ、ね、羽生選手のグッズを勝手に処分されたり、ちょっと待って、嘘でしょ嘘でしょ本当に。やばすぎますね、これね。写真集、キッサンドクライ、フィギュアスケートマガジンを、ブックオに持っていかれたり、泥棒のようなことをするっていう、ちょっとこれ危なすぎますよこれ、うんえ。これは、えすいません、えっと、大きな時期に発展する可能性大なんですけども。 うん、人の部屋に合鍵で勝手に入ってきて、人のものを勝手にすると、これは、あの、すみません、えっと、犯罪になってくるのかなっていう気はしますよ。うん。え、警察に相談しても、身内のことは身内で話し合って解決してくださいあこれは、すみません、えっと、被害届級なじゃないかなっていう気はするんですけどね。はい、僕だったらパニックになりますね。ちょっと、はい。パニックっていうか、うん。 え末っ子10歳が授かったときには、長男が高3、次男がえ次長年長さんで、高齢出産になるんじゃないのと、無理やり病院へ連れて行かれそうになって逃げました。えそのスペースか分かりませんが、おなかの中でなかなか育たず、7ヶ月の時に帝王切開で生まれた時の末っ子の体重はわずか 500g 台しかありませんでした。なるほどです、ね。これちょっと待ってください。 信じるね、今は病気もせずに元気に去っていますが、夫の実家は津波で全壊になったので、いつまでも仮設住宅に出ないと、出ないと長男の夫が姑に家を購入をしてあげたんですが、私はそこへ行くことができません。本当に波乱万丈だなって感じますね。連休も盆、年末年始も夫と子供たちだけで、私,私は留守番です。うん。で、なんとか我慢していこうとしましたけど、王と腹痛、嘔と頭痛、腹痛、 国家国流の症状になってしまいます。夫が結婚当初から転勤族だったため、いろいろな土地に一緒について行き、姑から離れられそうな、離れられた生活ができたんで、今まで何とか乗り越えてきましたけど、うん。 羽生選手の方にはグッズはどうしても欲しいものしか買えません。えー、レンタル倉庫でも借りようかな。もうそこまでなんですね。なるほどですね。でもこれは家が近いっていうことでしょうか。シュートメさんと家が多分近いっていうことかと思うんですよね。でも、そばに、えー、おお置いておきたいな。うん。夫はマザゴンなのか。 もう嫁に嫌がらせをするのはやめろと少ししか言えないんで、また愚痴話になってしますいません。今夜は CS でスターズ・オン・アイスが見れるのが楽しみえ。ギフトもあとわずかなんで見ていきます。というこ,とちょっとこれはね、正直事件に発展する可能性っていうのはあるのかなって僕は思いますね。うん、いろんなあの事件が売る中ありますけど、結構なやばい域に達してるかって僕は感じるんですよね。で、お互いがかなり ストレスになってるっていうか特にマザールギアさんの方がストレス溜まってると思うんであとちょっと合鍵で入ってきて物捨てるってちょっと信じられないなって思うんですけどね、うん、ちょっとこれは病気なのかなってちょっと思っちゃいますねでも旦那さんには多分優しいんですかね、うん、あの結婚当初からやっぱ反対してた感じですかね、うん、ちょっとこれは 信じたんだなっていう気はしますね、うん、何かこういうふうにしてしまったきっかけがあったのかなとか何かありますかねちょっと心配です。かあの心配で、かなり心配ですね、これね。非常に危ない気はしますよ、僕、うん。いや、あの本当、笑い話とかじゃなくて、本当に危ないって僕は感じますよ。なんか、うん、これ以上何か言っちゃうと、本当に危険だなっていう気はします。真面目に。うん さらかやさん、えカブさん、マザールリラさん、マヨクボさんへコメントありがとうございます。返信遅くなりましたが、マザールリラさんの返信コメントを見て、またまた驚きました、うん。もう一つ上のランクの B 高校を志願しろえ。手術を受けさせるのは許さないは余計なお世話ですよね、うん。全くそうですよね。そして学校や塾にも電話をかけまくったとは、学校や塾に不当なクレームでしょうか。えこのシュートメさんはもはや人間失格レベルですね。いや僕ね、人間失格っていうかね、病気なのかな っていう感じがするんですすよねみませんえっとその病気って言っちゃいましたあのなんかねそういうちょっと気がちょっとしてくるわけで危ないなっていう感じがするわけですよね。でそれ以外にも彼の無心や、えー、不,在不在地に羽生結弦選手管理の本やグッズを修道さんに勝手に開けられて。 全部処分させられたこともあるんですが、私た、もし私だったら少なくとも謝罪と弁償するまで許さないと思います。えー、親戚関係の断絶も検討させざるを得ないと思います。あのー、ちょっとこれ犯罪かなって思うんですよね。勝手に入ってきて人のもしてるっていうのは。うん。全然犯罪なんで。で、警察も、ちょっともうちょっと知ってほしい。あ、でも、マザー・ルリアさん被害届を出したいっていうことも多分あると思うんで。 被害届を出せば、多分普通に捕まっていくのかなっていう思うんですよね。いや、ちょっとこれはなんか、これ以上大きな時期に発展したいことを望みます、僕は。そして、前久保さんのご家族の中にも、そのような人がいたんですね。なるほど、いたんですね。えこの話を聞いて、この先、年を重ねても、このような陰湿な大人には絶対になりたくないと改めて実感しました。うん、陰湿ですよ。でも、これ、陰湿じゃないっていう犯罪なんだって思うんですよね。普通にうん 普通に犯罪な気がするんで、これは大きな時期に発展する前に早くちょっといね、解決しないといけないと思うんですよね。でも、警察が動かないっていうことなんで、ちょっとなんか、これは困っちゃいますよね。うん。非常にびっくりしました、僕は。うん。